ございます。よろしくお願いします。いや、あのちょっととりあえずあの水族館に来るようにとだけ言われてたんですけど、今日は今日何を、これこれこれ、あ、豚汁ですか。違うよ。え おでんって書いて貼ってるでしょ。おでんおでんよ。水族館でおでん。おでんよ。え、なんかつながりあるんですか、水族館でおでんって。なんででしょう。ヘイヘイ、わからない。持ってないんかいマイクあの練り物が魚使われてんのよ、はい、あ、そういうことか。そうで、あと今回瀬戸内海のタコとかも入れてるんで、はい、うん、ちょっとそういうのも食育も兼ねて、だ水族館にまあちょっとどうにかつながってるんですね。そうなの、全く関係ないわけじゃないんですね。で、その中で今寒いから入館者数が減ってるんだよね、はい、あ、確かにそれはしょうがないですね。で、ね、その中でやっぱ来てくれた人にほっこりしてほしいから、はい、やっぱちょっともう身の心も温まってねっていう意味のイベントということで、今回の企画はあったまるイベントの数日前にテントを立てて、関係者のみんなでお客様が喜んでくれるおでんができるのか試してみました。今回の具材はコストとバランスを考えて3種類、まずは大根、そしてこんにゃく、さらには一番大事な魚からできている練り物です。この3つを串に刺して出そうと思ったんですが、大根が割れちゃうんです。そこで大根とこんにゃくは半分のサイズに切り直しました。それを串に刺したらなんとかいい感じになったんですが、煮込んでみると中で大根がボロボロになってたんです。かろうじて形が残っていたおでんも持った瞬間にボロボロに。ただ味の方はうまシング OK でした。これらの経験から、味はそのままだけど串を使うのはやめるということで、本番当日を迎えることになったんです。下準備できました。20食計80食仕込みました。ちょっと蓋開けますね。じゃーん、こんな感じ。一番下に大根、その上こんにゃく、そして練り物ね、これお魚からできてます。で、あと瀬戸内海のタコ、これもねちょっと全部じゃないんですけど、最初の方のお客さんのね約80食分だけ用意しました。で、他にも材料があってマックス160食、今日はちょっと目指そうと思ってます。160食、11時から始めてまあ3時間ぐらい予定してるんだけど、売り切れてもう早く終わるのが理想ですね。瀬戸内海のタコが入ってパワーアップをしたおでん、これらを煮込んでる間にテントを飾り付けて屋台風にしていきました。さらにはこんなものも用意しましたよ。こういうのも作りました。今日はね、あのおでんを販売するだけじゃないんですよ。水族館とおでんと食育、やっぱこれが大事なんで、その水族館とおでん、なんで水族館でおでんなのかっていうね、ちょっとこういう食育パネルも作らせてもらいました。食べるだけではなくてパネルを見て学んでほしいとの思いから、えにしが家でしっかり作ってきました。さらに楽しんでもらえるようにクイズパネルも用意したんです。こういう感じで、まあお魚が使われてるんですよっていうのと、まあ大体の特徴、あとこの水族館にいるね、こういう練り物に使われるお魚のこともちょっと知ってほしいなと思って。次の中で魚を原料としている練り物どれでしょう。 A カニカマ、 B さつま揚げ、 C はんぺん、 D ちくわ。さあどれ、わかりますかね。わかりますかね。魚を原料としている練り物、答えはここですね。せーの、全部、全部なんですよちょっといきなりトリッキーな答えでしたけど、でもそういう風にね、意外にいろんなものに使われてるんだよっていうのを知ってほしい。おはようございます。よろしくお願いします。あの販売の方とか、はい、調理の方はこっちでするんで、はい、ハローさんマイク用意してるんで、はい、ちょっとお客さんを煽ったりとか、はい、マイクパフォーマンスお願いします。わかりました、うん、お客さんの賑やかしを、うん、お願いします。
さあ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 、時間ですよ。さあ時間ですよ。お電話バチッチできてますよ。うまそうですね。湯気がいいですね。しっかり煮込んでますよ。じゃあちょっと大根とかがちょっと実際死んでるかを ね、見てほしいんだよな。だって今追加で用意してる大根もあるじゃないですか、うんうん、これがどれぐらいでね柔らかくなるのかとか、そういうのを時間を計るためにも、うん、今食べて確かめておいた方がいいですね。なんかね、柔らかくはねもう前回試した時になってるんだ、はい、ただねちょっと今回大きめにカットしてるんで味がしっかり染みてるかがね、はい、不安は不安なんだよね。すいません、タコ入りました。入ったよ入ったよ。入りました。入った入った。あったかい。どうですかハローさん。うまとらそう。熱すぎて最後が残念。あ、悲しいな。熱いんじゃなくて悲しいやったんだ。あ、両方です。でもどう、味はしっかり染みてる。染みてますし、熱々なんでこれは本当に温まりますわ、うん、このタイトルの通り温まる、温まりすぎるぐらい。ハローさんにもお墨付きをもらってうまとらソウル、自信を持ってお客様に進めていきましょう。スタート。皆さん、ただいまから水族館入り口にておでんの販売を始めます。あったかいおでんで寒い体を温めていきましょう。皆さんぜひお待ちしております。一杯150円となっております。お待ちしております。それでは一曲歌います。有名じゃないやでもこれもその手でドアを開けましょう。願いを叶え、いつの日かそうなるよ。なんか歌ってくれるのいいんすけど、目の前でやってるから逆に誰も来ない。なんか邪魔になってる気がするな。むちゃくちゃ気持ちありがたいんですけど。あ、いらっしゃいませ。こんにちは。おでんですか。ありがとうございます。これね、あのこんにゃくと大根とあと練り物とこのセット大根タコ入れてます。これが引かせること。そうですそうです。今日どちらからですか。倉敷。倉敷だけ一緒か。一緒です。倉敷どの辺ですか。福田町。福田公園ってわかる。あ、わかります。水島の方ですね。水島、あ、こっちの方なんですね。ここは結構来られるんです。よく来る。 ありがとうございます、うん、はい、このイベントはご存知でした。全然知らない。そうか。毎月1回ね、第3日曜日にこういうイベントやってるんですよ。はい、で今回がたまたまおでんだったんですけど、だいたいその毎月変わってて、お魚触ってみようだったりとか、こういう食べようとか、まあ物作ってみようとか、いろんなことやらせていただくんです。はい、よかったらまた今後もお願いします。わあ、嬉しい。ありがとうございます。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。本当に美味しそう。やっぱこの寒空の中おでんっていいですよね。もう入り口までいい香りが。あ、そんなに本当に。やった、計算通り。美味しい。美味しいです。美味しいです。美味しい。よかったよかった。みんな美味しい。美味しい。いいね、このなんかあのホクホクしながらこの口から出る息がこのやっぱもう白いのがね、あったかいの食べてるわって感じでいいよね。よかったよかった、やってよかった。これ見てよ、これあのさっき一番最初に来てくれたお客さん、ほらあの汁まで全部ね、これが嬉しいよね。中にはこんなお客さんもいらっしゃいました。今日は何を見て来ていただいたんでしょうか。あ、今日はあの BS 吉本でここの水族館のことをはい、やってるのを見てちょっと気になったんです。ありがとうございます。はい、お住まいはどちらなんですか。香川県です。隣から。遠くからありがとうございます。一組また一組と来てくださるお客様方、もちろん食育パネルやクイズも忘れちゃいけません。カニカマ、さつま揚げ、はんぺん、ちくわ、どれがお魚でしょう。ちくわ、
D だと思う？答えね、全部でした。あ、まあ、こんな問題出されて怒っていいんだよ。怒っていいんだよ。びっくりするよね。全部お魚が入ってる。全部魚が入ってる。そうなんだよ。お魚でできてます。食育パネルや練り物クイズに対するお客さんの反応も上々。随時お客様も来てくださり、順調におでんも減っていったんですが。もうすぐ2時、あと5分で2時です。2時、14時。ということは、当初の予定していた終了の時間です。今日11時から14時で設定してたんですけど、全然あるんですよね、まだおでんが。延長戦です。延長戦。うん、終わりません。2時ではなく、ちょっとギリギリまで粘れるとこまで粘ってみよう。ギリギリじゃないと僕ダメなんだよ。いいやん、ギリギリまで行こう。はい、ギリ行きましょうか。ギリギリ行きましょう、はい、温めてみてはいかがでしょうか。残りわずかとなっております。おでんがもう残りあと100食あと100食になっておりますので結構あるわ多いわ。たくさんございます。一人でも多くの方に食べてほしい、一人でも多くの方に温まってほしい。苦戦はしましたが、それぞれができること頑張ったつもりです。おいしいか？おいしいです。あったかいか？あったかいです。最高だな。最高です。この子たちね、2週目ですからね1回食って中見に行って遊んでもう1回来てるからね。リピーター、その日にリピーター嬉しい。ありがとう。正直準備は大変だったし、めちゃくちゃ寒いし苦戦もしたけど、子供たちの笑顔に救われました。あのね、やっぱり、はい、うちって市外県外のお客さんも結構その土曜日日曜日来られるので、そこで言うとちょっと周辺その雪が降ったとか、なんかそういう情報があるので、やっぱりちょっとお客さんの足が重かったかなっていう気がしますね。ただおでん結構皆さん食べられた方は喜んでいらっしゃいました。はい、ハローさん終わりです。いや悔しいっす。悔しいさ、僕らせっかくこれだけ準備して、うん、まだこっちに20食で、こっち20食で、あとまだ調理してないものが20、はい、だからつまり100食ぐらいが出た。だから160食中、うん、出たのは100。そう、60も残ったか。ハローさん、でもね、今日の館長に聞いたら、はい、一応入館者数が200人ぐらい、はい、今日、うん、でその中で100売れてるってことは2人に1人が買ってくださってるのよ、はいはい。これはでもそう考えたら、おお、うわ、今のタイミングでよかったね。びっくりしたな。びっくりした。飛ぶかと思った。じゃあちょっと、もう風も強くなってきてますんで、テントも早く片付けよう。はい。で、余ったやつ、はい、手分けして持って帰ろう。うん。結構な量ありますけどね。もうでも仕方ない。はい。でももう本当によく出たと考えよう。200組、はい、200人来られて100食出てるんだから、はい、多いと思う。うん、わかりました。あとやっぱその気候や天気に勝てなかったってことだよ、ね、寒すぎ。でも寒いから食べるもんでしょ。うん、だからこれでお客さんをもっと増やしたかった。でももしかしたらこれをやることによって増えたかもしれない。増えてこれかもしれないから、はい、そう思う。わかりました。うん、じゃあ、うん、12月、うん、イベントあったまる、うん、以上で終了になりますが、誰が締めてんのまた1月はどういったイベントになるのか、1月の第3日曜日もお楽しみにしててください。はい、以上、えにしやきよしの事業 VTR でした。誰が締めてんねん俺のや、はい、しかもせめてエニシンゴッケぐらい振ってくれよいつもの感じで。残るイベントはあと3つ。